ビーバップハイスクールといっても80年代の漫画原作ではなくて大人気だった実写化映画の方ですが、その中で気になる女優さんがヒロインの一人、三原山純子役の宮崎真澄さん、覚えてる方いらっしゃいますか？特徴的な大きな瞳でとても美しい顔立ちの女優さんです。高嶺の花のマドンナ京子役の中山美穂さんとダブルヒロインでしたが、中山美穂さんに負けず劣らず当時はすごい人気でした。最近全くお見かけしませんが、どうしてるか調べてみました。宮崎真澄さん、彼女の人生は一言で言うなら波乱万丈そのものという感じでした。実は幼少期の家庭環境は決して幸せとは言えなかったようです。物心ついた時から将来は女優さんになると希望に満ちていた宮崎真澄さん、実家は祖父の代から鉄鋼業を生業とし、堅実な祖父とは違って彼女の父親は豪快なやり方で事業を拡大、私生活もどんどん派手になり、美術品を買い漁り高級車を乗り回し、海外にも頻繁に出かけていたようで、金銭的には困ってはいなかったようですが、やはりというか父は浮気を繰り返す始末ですから、夫婦仲はいつも険悪で喧嘩が絶えなかったといいます。宮崎真澄さんはじっと耐え続け、母親はその分幼い宮崎真澄さんに全て注ぎ込むことに、母が望む優等生になるべく努力する宮崎さん、いつしか女優になるという夢も忘れてしまうことに。そんな中学3年生の時に突然父親が48歳で他界、その半年後にクラスメートが宮崎さんを元気づけるためにオーディションの準備をしてくれたらしく、それでも乗り気でなかった宮崎さんですが、あれよあれよと合格してしまったのです。デビューは中学3年生で、映画愛子16歳でした。今ではベテラン女優の富田靖子さんや松下由紀さんもこの作品がデビュー作でした。しかしここでの宮崎さんはほとんど出番がありませんでした。そして高校2年の時、当時は女優への登竜門だった85年のクラリオンガールに選ばれた宮崎真澄さん、先輩にはアグネスラムさん、烏丸節子さん、後輩には加藤玲子さん、蓮舫さんがいて、でも蓮舫さんがここにいるとは、今の国会でのいかつい面構えとは違って十分に女をアピールしているのには驚きを隠せません。余談ですが、高校は堀越学園で、同級生には岡田由紀子さん、南野陽子さん、本田美奈子さん、永山陽子さん、倉沢敦美さん、石野陽子さん、なんちゅうクラスですか、やばすぎますよね。そしてその後に清水幸次郎さんや中村徹さん、中山美穂さんだと共演したのが映画ビーバップハイスクール。これで大ブレイクしたわけです。ここでの三原山純子役は名前でピンとくるとは思いますが、そのモデルになったのは元歌手で現参議院議員の三原純子さん。私立愛徳高校に転校してきた突っ張り少女で、トールとヒロシに惚れられる純子は、中山美穂扮する京子と同じく彼氏をどちらしようかと考えたのですが、結局二人とは付き合わず、授業はサボるのに頭がいい純子、県立立花商業高校のナンバーワン菊林こと菊永に惚れられたり、慎吾に口説かれたりと男性に惚れられることが多く、これが当たり役となり、シリーズ6作品に出演。そのままかと思うくらいに不良少女役がハマってました。歌手としてもアルバムを1枚リリースし、芸能生活も順風満帆だった宮崎真澄さんですが、どうしてもビーバップのイメージが拭えず、役者として脱皮をしようと V シネマに出演。
WX 美しき狂気でついに脱ぐことに。ヘアヌード写真集は30万部を売り上げました。人気女優としてテレビや映画を中心に活動しましたが、何か自分に納得がいかないものがあったのでしょうか。突如1994年結婚し渡米、芸能活動を休止するのです。米国へ移住してエッセイなど執筆しながら子育てに奮闘。子育てが一段落し2005年芸能界復帰。その頃から夫婦の間に亀裂が。しかもそんな彼女にまたしても不運が。2007年乳がんが見つかったのです。2人の子供を抱えて闘病したのですが、放射線治療とホルモン療法の副作用に苦しみ、5年のところわずか10ヶ月で自らの判断で治療を断念。頑張ってはみたものの夫婦生活もついに破綻。やはり離婚することに。その時は覚悟を決めて、とにかく私らしく生きることを選択したのだそうです。なんとか害は克服はしましたが、なぜこうなってしまうのか。でもへこたれませんでした。自分だからできることを見つけたのです。現在はそのがん克服の経験を生かして実業家に転身。ヒプノウーマンという会社を設立。現在はヒプノセラピスト催眠療法士としてセミナーや講演を中心に人々を癒すスピリチュアルな活動をしています。宮崎真澄さん、現在も変わらぬ美魔女です。しかも生き生きとされていて、もう芸能界には未練はないでしょうが、また機会があればもう一度見てみたいですね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は彼女の人生を見ていると、本当に人間何がきっかけで人生が変わるかわからないもんだなとつくづく思ってしまいました。栄光と挫折、それを繰り返してたどり着いた現在は彼女にとってとても幸せなんでしょうね。でもお元気で本当に良かったです。これからも頑張ってください。ずっと応援しています。お幸せに。では次回またお会いしましょう。